はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。本日はドラゴンクエスト 11S 過ぎ去りし時を求めて第42回目の動画を上げていきたいと思います。過去の動画まだ見ていないよという方はぜひそちらの方をチェックしていただいた上で今回の動画も楽しんでいただければなと思います。ちょっとね、前回プレイしてから1週間ぐらい空きがあって、内容をうろ覚えな部分っていうのがあるんですが、エマと再会したんだよね、これね。うん、で、なんだこれ。騎士団の副レシピ。なんすかね、騎士団の副レシピって。まあいいや、デルカダール王に会いに行ってきなさいよ、みたいな。言われてました。もう因縁ですよね。デルカダール王といえば僕のことを、まあ、主人公のことね、悪魔のことを言い放ち散々な目に遭わしてきた張本人ですよ。いくら操られてたかなんかだとしてもね。許せねえんですけど、まあ、そのわだかまりを今回なんとかね取り払いたいということなんですが、これはいけないの？あ、いけるか。で、まあいつも言ってるんですけど、完全初見になります。王のテント、ちょっとごめんなさい、今ね、目がコンタクトしてるんですけどカピカピしていて、すごい文字が見えないんですよ。よし、入りましょう。デルカダール王は先ほど目覚められて、あなたがお戻りになると知るとすぐに会いたいと言っていた。どの面下げたんだ。ドクターゲロやん。無事であったか。なんだお前。わしは長いこと恐ろしい夢を見ておったようだ。そなたが生まれたあの日から。ちょっと目薬ささしてください。すいません。別にこのジジイをしっかり見たいからってわけじゃないですよ。すいませんね。はい。わしの所業は聞いた。何も思い出せぬが、民にもそなたにも本当に申し訳ないことをした。いや、トラウマですよ。デルカダール行った時のあの待遇は。許してくれとは言わん。この業は民たちを守ることで返していくつもりだ。だからそんなピアスなんかしちゃって王冠までかぶってさ、謝るときは王冠ぐらい取れや、ジジイ。そなたは大樹での出来事を覚えておるか。覚えてますよ。そうか、わしは何も思い出せぬのだ。ただわしに取り付いていた何者かが抜けていったような、うん、まあ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 、そうだね。そして気を失い目が覚めた時にはこの砦に運ばれた後であった。まあいいよ、もう単なるジジイでしかない。お前のことを責めるつもりはないよ。ノー、一つだけ聞かせてくれ。ノーって。我が娘マルティナは生きておるか。そんなこと俺に聞くなよっていう表情してる。報告いたします。お、ドドガマル装備。英雄の帰還です。今回も逃げ遅れていた民を救い出したようです。英雄って誰なんだよ。年寄り騎士か。我らの英雄殿がお帰りか。望まぬことやもしれぬが、
そなたもあやつを出迎えてやってくれ。なんだよジジイ、そんな粗末なベッドでさ、デイサービスでも待ってんの？腰振り騎士ってことですよね、英雄っちゅうのは。あいつにも散々ひどい目に遭わされてきましたけど。北の出入り口に行き英雄を出迎えよう。北か。ごめん、本当に一週間ぶりのプレイなんで、操作がおぼつかない。これだ、ダッシュはこれね。しばらくね、プライベートではずっとモンハンやってましたね。んだよ。お前、こら。忘れねえぞ。生きていたのか。来てたよ。だからここにいんだろ。よくぞ戻ったな、グレイグ。して成果は？デルカダール城に何やら不穏な動きが。闇に乗じて何かが起きましょう。おいよ、民たちを安全な場所へ。皆聞け、じき魔物どもが来る。戦いに備えよ、かがり火を焚け。悪く思わないでくれ。グレーグほどの男でも未だこれまでのことを整理できておらん。近頃のあやつはまるで己を痛めつけるように戦っておる。わしには見ておれん。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。いいよ、クレイグなんてモンハンでいうお供猫にもならねえよ。俺一人で戦うわ。やだよ。そなたの怒りももっともじゃ。だが今あやつを支えてやれるのはそなたの他におらぬ。これ以上あやつを一人で戦わせたくはないのだ。頼む、そなたの力を貸してやってくれ。今夜の戦いをしのげば勝機は我らにある。準備を整え、砦の外に向かうのじゃ。頼んだぞ。俺レベル上げしたいんだけど、早くパーティー全員揃えてさ。で、寝ろってことか。戦いの準備整え、最後の砦の外に出ろ。でも出ていけばいいのかな。うえい、なんか食ってるこれ。あ、違う、食ってるように見える。やべえ、マジで目が見えてない。これあれか、肩パッドか。このさ、スパッツ履くのやめてほしいし、もっと昔は胸の谷間よく見せてくれてたよね。デルカダル王の前でちょっと一発決めるか、ここで。後ろからつくから、後ろからつかしてくれ。あ、髪の毛が鋼鉄のように硬くて、こいつの、なんだこいつ、アデランスかリーブ21か。まあいいや、行こう。なんだお前はよ、話しかけんじゃねえよ。たまに僕が話しかけんじゃねえよっていうのはね、実は松岡修造の真似なんですよね。こっちで OK？ もしかしてもうしばらくドラゴンクエスト 11S とずっとこんな暗い中やんなきゃいけないの？永遠の闇ですね。
よう、雑魚ども、なんだおめえはこら。よう、新入り、噂は聞いたぜ。大陸の端っこからたった一人で砦にたどり着いたんだって。やるじゃねえか。バカかお前、俺勇者だぞ。腕っぷしは確か、運もあるか。うん、あんたは見どころがありそうだ。ちょっと俺についてきてくれよ。なんやねんお前。お前みたいなタイプが結構早死にするんだぞ。気をつけろよ。よし、着いたぜ。あんたの持ち場はここだ。今日こそ魔物どもを蹴散らしてやろうぜ。最後の最後まで戦い抜こうな。悪いやつじゃなさそうだ。なんでお前馬乗ってんだよ。見てんじゃねえぞこら。付き合いたてのカップルかお前ら。見るな見るな、こっちをクレイグめっちゃ見てるじゃん。こっち気になんの。うお、来てるね。俺一人で十分だよ。来るぞ、備えよ。おお、入るんだね、ダメージ。いけよ。っしゃあ、人類の力を思い知れ。お、すげえ、ちゃんと武器、俺が使ってる武器なんだこれ。タチだタチ。いいぞ。あれ、俺さっきまで戦ってたのに。俺とてもかなわない。強い、強すぎる。この戦場にいる魔物たちは今までのどんな敵よりも強い。戦士にとって一番の過ちは逃げることではない、自分の力を見誤ることだ。ここにいる魔物たちと戦って全然歯が立たないと感じるようなら、君にはこの戦場はまだ早い。東の洞窟の敵はここよりいくら弱い魔物で、いくらか弱いものだから、まあ、弱い魔物だから、そこで腕を磨いて戻ってきてくれ。バカかお前は。なあ、俺の力を見余ってるよお前。見とけってこの力を。骸骨剣士かこれ。俺の強さ、力、剣士において敵前逃亡は指導不覚悟、悪徳残。雑魚が生ぬるい明治の血で、のでこそお前らはやっていけるのさ。俺は幕末の京都を生き抜いた。見ろ、くらえ。普通の霧。え、マジでザコちゃん、なんだよ、話にならんな。え、マジで弱えぞ。勝負しようぜ。さすがレベル50代、もはや敵ではないな。 NP がちょっと心配なぐらいだな。だが剣が折れようとも俺は逃げずに戦うぞ、死ぬまでな。なんならお前たちも切ってやっていいんだぜ。 Here we go。 あれ、やるじゃないか。お前の武器立ちにすれば。あ、クレイグもしかして両手剣使えるでしょ絶対これ。気を抜くな。立ち使えよお前。気を抜くなじゃなくて。
次はお前に構う余裕はない。来るぞ。お前こそ気をつけな。リドドシャカイジレクザイデンショウ。あ、スライムカラコン入れてんのおめえ。なんか来た、ヤバそうなやつ。馬乗ってんのにあんなトゲトゲの重そうなの使って。馬乗る意味あんの？うお、かっこいい。その体型、その強さ、貴様がクレイグか。魔軍司令殿の言う通りだな。馬鹿正直で間抜けな面よ。まあでもお前顔ないやん。めっちゃ受けてる。仕留めれば褒美はたんまりだ。魔軍司令殿は気前がいいぞ。めっちゃ笑うじゃん。めっちゃ受けてるやん。今夜はネタパレかよ。お前たち何をボケっとしている。ハリーポッターの世界にいるぞ。殺せ。歯並び、いいな歯並び。クレイグ、下がってろ。俺一人で十分だ。俺は基本的に仲間を連れていかない主義でね。死ぬがいい。弱いな。敵ではない。おおじゃねえよお前。お前おおじゃねえぞお前。これが決める。ゾンビ師師団長って言ったのかっこいい。弱っ。え、こんな弱いのこいつ。カスみたいなもんじゃん。うん。ゾンビ師団長弱し無念無双。結構見た目好きだったけどね、この人。トゥ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 ルルルルルルン。何やねん。グレイグ様、王がお呼びです。あなたも共に。分かった、すぐに行く。毎回チラチラ見んなこっちを。付き合いたてのカップルか。いやー、どうやら強くなりすぎてしまったようだな。どうしたそんなヘキヘキして。クレイグ太刀使えよ。両手剣使いならな。ま、そんなことは俺の預かり知れぬことよ。兵士たちも武器が弱えんじゃねえのとかって思っちゃうけどね。ドラクエってさ、この世界観的に装備変えたら強くなるんでしょ。みんなさ、強い装備にすりゃいいんだよ。デルカダール兵もいつまでもデルカダールの格好してる場合じゃないっしょ。お、ババア、あんたならあれっぽかしのままに負けてないのか。母さんは最初から分かってたよ。相変わらず首座ってんな。どうだ、老人ホームテントは。老人ホームテント、登り方がわかんない。ここか。なんか膝ついてるし。
この度の働き見事であった。グレイグ、そして勇者よ。いや、せめて椅子座れよ。なんでずっとベッドにさあ、マジでうちのじいちゃんを思い出すんだけど、完全にデイサービス呼ばれて、デイサービスの車来たよっていう時のじいちゃんだよ、これ。うちの、お前たちのその強さを見てわしは確信した。この地に光を取り戻す戦いを今こそ仕掛ける時だとな。ああ、そうっすか。魔物の巣窟と化したデルカダール城に潜入し、常闇を生む魔物を打ち倒す。お前たちにこの作戦を任せたい。おお。お言葉ですが、おうよ。何？まあ聞け。わしとて無策ではない。どうにか敵に一矢報いる手はないかと、密かに城を探らせておったのだ。報告によれば、デルカダールの丘の崖上に、デルカダール城内に潜入できる地下水路への道を見つけたらしい。地下水路好きだね、このゲーム。わあ、ここマジで感動した。城の中へ入るにはあの道しかない。この鍵で地下水路から城内へ忍び込むのだ。そなたに預けよう。おうよ、私は反対です。その間、砦の指揮は誰が取るのです？確かに、我らの留守に攻め入られればここは魔物の餌場と同じですぞ。うん、そこを利用するのだ。魔物がここを攻めている間であれば、城内の警備は手薄になろう。いやいやいや、でもここ拠点でしょ。拠点潰されちゃダメじゃん。今こそデルカダール城に潜む常闇を生む魔物を打ち払うのだ。さすれば再び我らに朝を取り戻せるだろう。いや、そうかもしれないけど、しかし私はこれ以上民を失うわけにはいかない。よく見ると服のセンスすげえな。だからこそお前にこの作戦を頼むのだ。お前しかいない。このまま夜だけが続けば人の心も失われよう。確かに、このままこんな空で冒険したくないよ。なに、案ずるな。わしはこの数ヶ月の間を思い知らされた。我が民は強く、優しさに満ちて何よりも勇敢だ。一晩だ、一晩持ちこたえれば我らの勝利ぞ。砦はわしが守る。おお、めっちゃいいやつじゃん。はっ、かっこいい剣持って任せたぞ。そなたらは我らの希望じゃ。太刀使えよ、太刀。お前もそんなかっこいい剣じゃなくて。いや、太刀もかっこいいけど、太刀使えよ。王の計らいでユーピカはしばし休息をとり、そして出発の時、どうしようかな。撮影して、もう少し時間あるんで、セーブポイントがこの先あるか心配なんですが、続きやっていきましょう。ナプガーナ密林を抜けるデルカダールを、だからデルカダール地方のあっちに行けばいいってことかな、多分。なんか久々に1週間ぶりぐらいのプレイですが、面白くなってきましたね。欲を言えば早くパーティーを集めてレベル上げに勤しみたいんですよね。そうしないと僕 11S をプライベートで遊ぶことがなくなってしまうので、あのね、裏作業でレベル上げしてる時間が一番楽しい。 OK、さあ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 行くぜ。まあ、このストーリーを見るのもね、楽しいけどね。さあ、こっちでいいのかな。
いたいた。待っとくれ。なんやね。どうした？グレイグ様、お願いです。少しだけ、少しだけ息子と話をさせて。手短にな。手短になじゃねえよお前。行くのね。ああ行ってくるよ。何があってもへこたれるんじゃないよ。グレイグ様と助け合ってしっかりお役目を果たしてくるんだよ。はーい。泣くなよ。母さんも年かね。あたりがこう暗くっちゃあんたの顔も見えやしない。それ首座ってるからじゃなくて。だからお願いだよ、今度は太陽の下であんたの顔をよく見せとくれ。心配すんなって。死なねえために修行してきたんだ。時間がない、行くぞ。もうちょっと待てよ。息子をよろしくお願いいたします。今言うてコンビニでお弁当温めますかって言われて、あ温めお願いしますって言って温めて温め終わったぐらいの時間しか経ってないぞ。うん。リタリフォン、ご婦人を砦へ送ってやれ。なんだその中二病みたいな名前は。ハウエや砦の民のことは心配するな。オッケー、上がっつえ。まずはデルカーダールの丘にある導きの教会に行く。そこを拠点に地下水路を目指す。あと多分4分ぐらいとかだと思うんだよな。40分どうしよっかな。あでもオートセーブ入ったので、まあ、こっからナプガーナ祭りに行けってことか。僕が初めて7時間、初めてじゃないか、俺デルカコスタで7時間ぐらいやってんだよね。でその後7時間ナプガーナ祭りで神を連れてレベル上げしましたね。これ敵？あ、こいつ見たことある。これあのドラゴンクエスト4とかにもよく出てくるやつだ。なんだっけ名前。炎の戦士、まんまやん。いやまさかグレイグどっちかわかんねえけど仲間になるとはな。一時的とはいえ。あれ、あこいつ雑魚キャラなんだ。デュラハーン、あデュラハンね。はい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 。あのなんか鎧だけでなんかこういますよね、デュラハンっていう妖怪、海外で。なんかデビルメイクラにもデュラハンっていた気がするしね。まあまあまあ、それは置いといて、ちょっと時間押し押しですね。ナプガーナ密林を越えたあたりで終わるって感じにしよっか。倒してない魔物とかもいないよね、もう。あ、そうか、強化形態の魔物は、一応リストに乗る扱いになるから倒した方がいいってこの間覚えた気がする。まあいっか。いや逃げんな逃げんな。勝利を我らに、は我らの勝利だ。まあ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 、まあそんなに、そんな、生きって言わなくても僕たちの勝利だよ。骸骨剣士めっちゃいるんだな。こいつ、モンスターズだと、確かや、配合に割と使えた気がするな。魔王の使い、そして竜王みたいな。ね。
で、ナプガーナ密林越えちゃえばいいと思うんだけど、あ、懐かしいね。あの、木こりのおっちゃんとかどうなったのかなっていうか、あそこにいる。はい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 、思い出すわ。なんか、この下に行って、あいつら戦えてレベル上げしたいなみたいな話しましたね。したと思うんだけど、そっか。ちょっとね、ごめんなさい、時間ね、何分から始めたか覚えてないな。もうちょいいける気もしなかねえんだよな。ハンフリーの時みたいにね、ああ、時間があってなっちゃうのが嫌なんですよね。冒頭の挨拶切れちゃったとかさ、なるのが嫌なんだよね。これなんだ、これ下どうやって行けばいいんだ、これ。てか、木こりのおっちゃんマジどうした？石の村近いから、速攻バックれてきたのかな？え、これどうやって降りんのこれ。降りた降りた。よっち。ギガンテスか？サイクロプス？どっちだ？サイクロプスか。でもさすがにあれだったな、当時ここにいる、ここでレベル上げしてる頃にこいつらと戦ったらさすがに勝てなかったね。なんだ、だいぶ先だったんだな、ここに来るのって。マンイーター、経験値も多くもらえるけど、なんかどこで経験値いっぱいもらえるかとかっていうのを覚えておきたいんだけどね。はい、ん、どういうことだ。あ、ここは。おいおい、宝箱とかもそうか、あんのか。回収してないわ。小さなメダル。え、メダル中学院とかどうなったの？こんな真っ暗になってから。世界崩壊してからさ。マジでいろいろと気になる点が多いね。もしかして軽く迷わせてくるパターンなの、今回のナプガーナ密林。時間との勝負だな。うおい、この子たち懐かしいね。レベル上げ世話になったよ、ビッグハット。なかなかやるな。さあ、進もう。分かったよ、そんな熱くなんなって。なんて言っても、ゆとり世代ですからね、こっちは。ゆとりストですよ。よし。こっちで合ってんのかな。オッケー、合ってんね。暗いから余計に見えにくいかも。うん。オートセーブ入ったか。疲れちゃってんじゃん、大丈夫？こんな時にホメドス様がいてくれれば。暗闇に大物が打ち倒せば、いつの日かホメドスは戻ってくる。
この先のナプガナミツルを抜けた先、デルカダルの丘で移動く崩れた崖からデルカダルの城、デルカダールの丘に壊れた教会、どんな感じなんだマップは。デルカコースター最後の旅で、これ左に行けばいいってことだけど、教会っていうのはまあいっか。はい、ちょっと待って、これ俺戻ってきてるってこと？状況が読めない。ナプ川の密林越えてきたんだよね俺。今のとこ通れないんでしょ。どうなってんだこれ。あれ俺これもしかして、やばい、緊急事態が発生したぞ。俺のロロノアゾロバリの方向音痴が発動したんじゃないかこれ、もしかして。やーべえんじゃねえのこれ。あれでも俺、道いつ間違えたんだ。これだってもうジモティだよね、だってここ。これ最後の砦って完全ジモティだもんね。え、ちょいちょい待って待って、ちょい待って待って、え、ナプ川の密林を抜けて地下水路から、え、ちょっと意味がわからない。いやもうマジなえる、うわマジなえるじゃん。古代樹の森よりわかんねえよもう反応。え、じゃあ何、え、だってさっきさ俺どっから入ったの、ナプ川の密林。え、待って、ガチでわかんねえぞ。え、俺普通にこっちから行けるかと思ったんだけど。え、意味わかんねえマジで。は？あ、いけんじゃん。おい、ビビるビビるマジで。いや俺ほんとさ、方向音痴だからこそさ、自分が信用できないから、今の兵士がさ、この先なんちゃらかんちゃらみたいなの言ってね、ダメかと思ったんだね、もうここ通るのは。マジいらんことしいだわあの兵士、ぶった切っていいレベルでしょう。お、アンデッドナイツ、ドラキーツ、こいつもな、邪悪に染まってるのか。ちょっと早いけど、まあキリがいいんでここで終わろうかな今回で。次回デルカダール目指すみたいなノリでいきましょう。セーブしたい。炎戦士、ちっちゃい頃好きだったな炎の戦士。なんか超えられない。え、どうなってんのこれ。いけねえんかい。なんでこのウォーキングデッドみたいな感じになってんのこのなんか塀、柵作ってさ、塀とか。11S あるあるの小屋。よし。じゃあ、今回一度ここでお開きにしたいと思います。次回はデルカダール城に潜入っていう感じなんだよね。また迷わなきゃいいんだけど。はい。ここまで見てくれてありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。